東海旅客鉄道 JR 東海の車両形式 JR 東海の車両形式は東海旅客鉄道に在籍するあるいは在籍した鉄道車両の一覧である JR 旅客会社六社のうち国鉄型車両の到達が最も進んでおり二千十五年度以降在籍する鉄道車両は九百八十六年製造の二百十一系電車霊番台を除いて JR 東海発足後に製造された車両となっている。電車については全車両が軽量車体、回生ブレーキ、そもそも速ブレーキを採用しており、JR 旅客鉄道会社6社では初めて、保有電車の100%省エネルギー化を達成した。また、事業用車両を含めた動力分散化を進めた結果、JR 旅客会社六社の中で唯一、機関車、客車、 貨車を保有していない。エリア内を日本貨物鉄道の貨物列車が走行するため、館内で機関車牽引列車が全くなくなったわけではないが、機関車牽引の旅客列車は他社からの乗り入れも含めて運行されていない。車両の標準化、共通化にも積極的であり、新幹線車両は N700 系にほぼ統一され、在来線車両は車体構造を共通化した。 オールステンレス車両の313系電車、キハ25系機動車の増備を進めている。車体と色も車種の違いを問わずほぼ共通化されており、新幹線車両は国鉄時代を踏まえた白地の車体創化に青帯、在来線車両も311系電車以降のステンレス車は無塗装オレンジ色の帯で共通化されている。なお、在来線車両のうち、 民営化初期には、湘南色と呼ばれるオレンジ色と緑色の帯の車両が製造されていた。前述の理由から、ジョイフルトレインや観光列車と呼ばれる特殊車両の保有には消極的であり、2013年のトレイン117の廃車及び、翌2014年の371系の廃車を最後にこうした車両は姿を消している。 旅客鉄道6社の中では JR 四国と共に胴体保存用の蒸気機関車も所有実績がない。JR 他社では会社発足以降登場した新型電車のほとんどは電子音の軽的が搭載されているが JR 東海の在来線では車内規定の関係上 JR 西日本と共同開発した285軽電車を除いて空気笛の軽的のみを使用している。 また、JR7 社で唯一、すべての心臓車両で、車両番号に、国鉄車両と同じフォントを使用している。行き先表示器は、他社が LED 化を進める中で、主に幕式の行き先表示器を採用し続けてきたが、N700 系、313系3次車以降に、製造された車両は、フルカラー LED を採用している。車内案内表示器も、 他社が液晶ディスプレイへの移行を進める中で N700S の登場までは長らく LED 表示器を採用し続けてきた。2008年に日本車両製造を連結し外車化して以降、ステンレス車両の新造は同社で行われており、保有する車両のほぼ全形式で製造を担当している。かつては日本車両製造のほか、日立製作所、川崎重工業、 近畿車両、東急車両製造の5社に発注していたが、日立製作所は1998年頃から、ステンレス車製造を取りやめて、アルミ車のみの製造へ移行した関係で、新幹線車両のみ発注を継続しており、その他の3社については、東急車両製造へは1999年度、近畿車両へは2006年度、川崎重工業へは2009年度を最後として、発注を終了した。 なお、超電導リニア車両は、日本車両製造と、三菱重工業で製造していたが、2017年度に、三菱重工業が超電導リニア車両の製造から、撤退したため、2018年度以降は、日本車両製造と日立製作所での製造に、変更された。東海道新幹線の、全区間を保有していることもあり、同線で使用されたことのある車種のうち、 JR 西日本が単独で発注した500系を除くすべての形式を保有したことがある。詳細並びに JR 東海が所有しない形式については各車両記事を参照のこと。民営化後の新形式については国鉄時代と一線を画する独自の2桁の形式数字をとる。HC85 系確認試験車定期列車用の 車両は国鉄から一両も承継されておらず、いずれも臨時列車、イベント用であった。ありがとうございます。